ミュージックレッスン、イエーイ。皆さんのもうそのままのご期待にお応えいたしまして、広瀬香美のミュージックレッスンスタートとなります。皆さんメッセージありがとうね。YouTuber としてちょっとね、数週間前デビューいたしまして、着々とですね、もう本当にありがとう、インクモノの YouTuber に慣れそうですということで、今回からはですね、いよいよミュージックレッスンをスタートいたします。この趣旨なんですけれども、私がどういう気持ちでこのミュージックレッスンをスタートするかっていうことをダラララとお話ししようと思いますよ。私ね、音楽はね、地球上みんなのもの、そして歌声、これもみんなのものと思っています。どうしてそういうことを思ったかというとね、日本人は特に歌って上手い人だけのもの、歌える人だけのものっていう感覚あるじゃないですか。で、私アメリカに住んでるから、もう歌ってさ、みんなのものなんだよね。歌えない人 もう踊って楽しめばいいし、口ずさんで楽しめばいいし、なんかもう家でっていうのも歌だし、歌を本当に心から楽しんでいる、そして生活の中に取り入れているっていうのが私の、暮らしているアメリカなのね。日本に帰ってくるとさ、なんか、私は嬉しいのよ、うまいから、うまい人のためにある国ってすごくなんか優遇されてる感じがするわけだけどさ、歌いたいなと思っててもなんか恥ずかしくて歌えなかったり、なんか声が好きじゃないから歌えないんだろうとか、カラオケでも人からだったら歌えるけど、なんか人と一緒にいるとなんか下手だから申し訳ないなんて思う、方おられるんじゃないでしょうか。あとは、恋の悩みを抱えていて、ちょっと歌えないとかさ、自分の声が嫌いなんだよね、なんか喋り声が好きじゃない、でも本当はいい声になりたいって思っている、声の悩み、歌声の悩みを抱えている人って多くて、そういう人たちが堂々と喋ったり堂々と歌ったりできない、なんか環境や文化なんだよね。私残念に思っています。なぜならね、私は毎朝起きておはようって言った時、自分でね、一人で暮らしてる時もさ、おはようって言うじゃない、もうその声からして元気になるのね。私自分の声大好きだから、そしてこういう仕事もしているから、皆さんもそうでしょ、皆さん自分で独り言言ったり自分の声って聞かないで生活する人っていないですよね。一番自分を励ますことができるっていうのは自分の声だと思うんだよね、歌声の前に。だからね、自分の歌声をビタミン剤にしてほしいんだよね。私はもうこうやって今喋ってる声でもう自分が元気になってんの。だってこんな声だもん、もう元気なんない、みんなきっとね。そのように皆さんも歌声や喋り声で自分自身を元気にできる、そういうツールにしてほしいな、もう心から願っています。私はそれを皆さんにレッスンして差し上げて、皆さんの歌声や喋り声を生き生きとすることができると思っています。もちろんね、プロになりたい人、私みたいな職業になりたい人とかさ、プロミュージシャンになりたい人とかで、もう今歌手でもっと磨きをかけたいと思ってらっしゃる方も多いと思いますので、もちろんそういう方にもお届けできるような番組も作っていこうと思っています。ということで、欲張りですけれども、冒頭言いましたように、私広瀬香美のミュージックレッスンは地球上全員